統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。中山競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、10レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと、 6レースの2つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。中山競馬10レースの本命馬から解説していきます。本命馬は6枠9番、本王バリスタです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は59%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 他との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1層前の指数の92で連帯目安の黄色線を16上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の63で黄色線を13下回っています本命馬の能力はまずまずです他のの有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の83で本命馬のピーク指数に対して9下回っています最低指数に対しては20上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の79で、本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては16上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 8 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、一層前は紫の丸が1800、1800は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は、スローペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が8番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は59で8位です上がり指数は60で4位です平凡な上がり指数で指せないリスクも若干あります開催場適性を見ていきます中山では他の開催場と比べて 高指数をマークしています以上より本命馬の適性は距離適性と開催場適性が高評価できます適正面のリスクは低そうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭この本命馬の勝利確率は 59%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください福島競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは 本日ありません本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと11レースと12レースの3つのレースとなります高評価の本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます福島競馬3レースの本命馬から解説していきます本命馬は2枠2番カセノルパスですこの馬の偏差値ランクは A ランク勝利確率は 35%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の65で連帯目安の黄色線を19上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の38で黄色線を8下回っています 本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の52で、本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては、14上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。 次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは3走前の指数の54で本命馬のピーク指数に対して11下回っています。最低指数に対しては16上回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上よりタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり。 若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1700メートルとなります指数がピークとなっているところは1層前は紫の丸が1800 1800が適距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の1700でまずまずの指数をマークしています 1700も守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は63でトップです上がり指数は 50でトップです楽に好意につけられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます適性面に大きなリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適性面に大きなリスクはなさそうです冒頭 この本命馬の勝利確率は35%と申し上げましたが、もう少し高い勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。阪神競馬から推奨レースを紹介します。 本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは5レースと8レースの2つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。阪神競馬5レースの本命馬から解説していきます。本命馬は4枠7番エコテイラーです。この馬の偏差値ランクは A ランク。 勝利確率は36%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の76で連帯目安の黄色線を21上回っています一方最低の指数となっているのは2走前の指数の48で 黄色線を7下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の41で、本命馬のピーク指数に対して35下回っています。最低指数に対しては、7下回っています。この馬の逆転の可能性は、 低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の67で本命馬のピーク指数に対して9下回っています最低指数に対しては19上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも 逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は2000メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が2000 2000は適距離です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています 一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が8番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は38で3位です上がり指数は64で3位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうですレース間隔を見ていきます 今回は1。4週間の休み明け叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。開催場適性を見ていきます。阪神では他の開催場と比べて指数を落としています。以上より、本命場の適正は距離適性と展開面とレース感覚が高評価できます。一方開催場適性がリスクです。適正面には多少のリスクはありそうです。 以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は36%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。